お前がご手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、今さです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、今回は相手の方が角換わり志向なのか相換わり志向なのか、俺後手番なんでね、まあ角道は開けないっすけどね。角道開ける、横歩取られる変化がある。銀上がってこう、すごいねお互いに。まあまあ歩ついて銀上がって、まあ角道開けますか。で一個寄っといて、あーなるほどね。力戦になりましたね。かなり力戦になりましたねこれは。まあ金上がっていって、矢倉がしたいのか分からん。なんか米中でいう急戦矢倉っぽい形にも見えるが、まあ銀上がって、キャニが来い、キャニが来い、キャニが来い、やっといて、ほう、まあ桂跳ねて、橋もついといて、で金上がってこう、中原流急戦矢倉、中原流急戦矢倉、どっから行くんかね。まあとりあえずね、五筋の歩は交換したいのか、本当か。あ、まあへこんでる形なんでね、歩が欲しいっすよね。でもう一個取った方がいいかな。そこ位取ってくるんだ。五歩銀で歩取って同銀歩で追い返すみたいな。なんかね、桂跳ねで飛車先の歩交換はちょっと重い感じがしたんで、五歩いってみましょう。歩が一歩あればなんか、桂頭の歩を突き捨てて桂跳ねみたいな感じのもありそうなんで。まあ相手から取ってこなくても別にいいんだよね、これは。同銀で取り返せるという解釈もある。そう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 、いやそんな感じで来るかなとは思ったんだけど、まあ取られるわけにいかんので取り込みますか。で同銀でしょうね。で2歩あるんだけど、中央の位を取られていいのかどうか問題。5五歩止められるとなんかいろいろめんどくさそうなんで、歩突きたいっすよね。で銀どこ行くのって話なんだけど、まあ先に捨てとくか。でついて5五銀なら銀が死ぬから銀をどっかに引くはずなんだけど、ん、それ死ぬんじゃない。あ、死にはせんのか。引けばいけるけど、それってだって角交換同金に飛車と銀の両取りかかるくない。で角打てば一応飛車、いやいやダメやろ、ん、どうすんのこれ。逆に食いちぎってくる、食いちぎって同銀なら5五歩で逆に死ぬけど、食いちぎって同金でしょう。
同金で5五歩は金横に置ければいいもんね。銀引くと角交換、それは角交換して同金に角打てば、角合わせるしか飛車を助ける道はないが、まあ助からんけどね。どうしますかって言ってみて、飛車先の歩突きは飛車取っちゃうぞ。まあそれはこれがあるんだけど、でこれ飛車を下ろすとどうすんの、これ王手角取りだよね。まあ下ろしますか。はい、ありました。お前には楽すぎる相手だったようだな。お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて相手の方は居飛車なんだけど、こっちの作戦が何なのかを分からないようにしておきたいですね。まあいや、雁木行きたいんですけどね、雁木に行きたいんだけど、どうやって囲ってくるのって感じですね。左にのか、矢倉かな、歩ついて角で受けてくるんですね。じゃあ左身の桂ですね。でどういう形作ってくるのっていう感じなんですけど、まあ歩ついて銀出ていきますか。角頭を狙っていきたいですね。ここの歩ついて、まあ、こうかな。これ歩仕掛けていいの？歩歩に銀でしょ？歩歩に銀、歩角交換しようとやって歩ついてくる、歩打つどっちかよける、飛車先の歩だけ入れといてって感じかな。まあ行きますか。一回取るよ。でそっからかな。でこれでこうしたら一応歩得しましたね。まあ同桂で、まあそこは取って、走りは歩打って、ほう、3打目。まあやりたいのは、まあ腰掛け銀が鬱陶しいと思うんだったら5五歩で追い返すかな。働き悪くしたいもんね。まあ5五歩やっといて、あとは飛車先の歩交換しときたいな。で飛車先の歩交換しといて、一番下まで下がって、どうするか。まあ、下がるのが、5段目とかの方がいいのか？いや、一番下かな。なんか一番下っぽいよね。で、次は、まあ、歩成り捨てる手もあるよね。成り捨てで同桂なら、桂頭に歩打てるよね。成り捨てで同銀なら、飛車、普通になっちゃうぞっていう感じですよね。まあ相手は銀桂、攻めの銀桂が働いてないんで、こっちだけ働かせてくださいという感じなのかな。一応局面としては一歩自分のやろ、
二付録してんのか。そうかそうか。右から3番目と左から4番目の符を得してるから、これでどうなんですかっていう感じなんだけど、相手の方が体調不良、体調不良じゃない、通信不調ですね。これはどうするんだろうか。まあ、あと端もあるのかな。3符あるからね。何捨てる同金、飛車なって、金で出てくる。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、左身のとの戦いになりました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いさ。